それじゃないよ。は？さあ始まりました。少量チャンネルのりょうでーす。今回の企画はですね、翔太にドッキリを仕掛けてみたいと思いまーす。イエーイ。今翔ちゃんはですね、ちょっとコンビニに買い出しに行ってるので、その隙を見てこの動画撮ってるんですけれども、今回はですね、ちょっとドッキリを仕掛けるんですけれども、そのドッキリの内容っていうのが、今回その僕主体で心理テストの動画を撮ろうって翔太に伝えてあるんですよね。心理テストの動画を撮るので、まあ、翔太にはですね、その心理テストの内容だったりとかを伝えない体で、やっていくんですが、その動画を撮るのに、なかなか動画を撮らなかったら、どれくらいで何分で翔太が怒り出すのかっていうのを検証してみたいと思いまーす。一つ目に、動画を撮り始めるんだけど、その携帯、僕の携帯がなくて、なかなかスタートできないっていうのがまず一つ目。で、二つ目が、携帯は見つかるんだけど、その肝心な心理テストの、質問がどこに行ったかわかんなくなるっていうので、時間稼ぎをしたいと思います。で、最後三つ目が、見つかったんだけど、やっぱ面白くないって言ってやめよう、この企画やめようって言ってみたいと思います。というわけでですね、どの段階で翔ちゃんが怒り出すのか、ちょっと楽しみに見ててもらえればと思いますので、やっていきたいと思います。では、レッツゴー。お帰り。暑いわ。暑いね。暑い。何買ってきたの？アイス。アイス？じゃあ、後で。俺の分もある？なんでやねん。なんでやねん。ねえ、何、さっき言ってたさ、もう動画早速撮ろうよ。何よ。動画。何の動画？さっき言ってたじゃん。喉がイガイガする。あ、もう撮ってんのね。あ、そう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 。だってもうどうせ編集すればさ、いいじゃん。うん、いいよ。俺主体で始めるからさ。オッケー。うん、いい。うん、何も喋れないよ。いいよ。オッケー。いいよ。はい。あ、ちょっと待った。俺、ちょ携帯。携帯？あれ？あれ、俺携帯どこやったっけ？え？何？どこ？携帯。ちょ、ない？あ、いいや、いいや、しょちゃんここいて、俺が探すから。マジでないんだけど、どこ行ったの？トイレとかは？俺トイレ行ってないもん。いや、行ったけど、多分トイレには置いてないと思う。あれないとね。じゃあ俺の携帯でやる。いや、俺メモってんだって。あれ、どこやったっけ？鳴らすっこいつら。え？鳴らすよ。確かに。ちょ、向こう見てきていい？マジでないんだけど。鳴らすよ。いや、何？じゃあ鳴らして、一回鳴らして。ある？鳴らした？え、なんで？あ、鳴ってんじゃん。あ、トイレだった。言ったじゃん、トイレって。ちょっと待ってね。
違う違う。やば。質問のさ、うん、の書いといたやつがなくなってる。なんで？え、消しちゃったのかな？じゃあまた探してばいいじゃん。ごめんごめん、ちょっと探していい？ダメダメダメ、もうすぐすぐもうすぐ探すか見つかるか、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、テストサイコパスとかあるんだけど、うん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 、え、でも俺がしたいのはこれじゃないんだよ。どういうのがしたいの？え、なんか面白そうなのあったの？ちょっと待ってよ。カメラ止める？いいよ、もうすぐ始めるから、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、いいけど。え、いいよいいよ、ちょっと待って、うん、あなたの腹黒さをチェックとかあるよ。いいじゃん、いいじゃん。妙な腹黒。いや違う、でもね。誰が腹黒やねん。いや、誰がいい人やねん。違うの。俺がやりたかったのこういうのじゃないんだよね。ちょっと待ってよ。すぐ見つかるから。いいよ。なんで検索したっけな、忘れちゃった。え、待って、これかな、あった、うん、あったあった。じゃあ行きましょう。行こうか。はい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 。じゃあ行くよ。はい。やっぱさ、ん、何、いや、なんかこれ面白いかな。は？何が？これ心理テスト。心理テスト面白いと思うよ。本当？うん。なんか、うん、面白そう。本当？うん。いいじゃん、もう見つけてるんでしょ。いや見つけたけど、うん、なんか、え、本当に面白いのかなと思っちゃった。思ってきちゃった。面白いって。え？面白いよ。え、なんかさ、翔ちゃん、他のなんかさ、企画考えてなかった？わかった。じゃあ決めたら言って、俺寝とくから。いや、いや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 、ちょ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 。心理テストでいいと思うよ。全然俺好きだよ、心理テストとか。うん。なんか、面白くなくない？面白いよ。面白い。じゃあもう、ちょっと今回さ、動画撮るのやめとく。何それ、よくわかんない。何なの？え？何それ？何なのじゃなくて、どういうこと？いや、なんかもうちょっとやる気なくなっちゃった。じゃあ一緒に見よう。いや、ちょっと何？どういうこと？何？何？やろうよ。やればいいじゃん。それでいいじゃん。やる？やってもいいよ。もういいよ。それじゃないよ。は？はってなるよ。逆にさ、だって俺がさ、そう言ったら嫌だって言うじゃん。まあね。もう、なんなの？なんなの？なんなの？何が？なんなの？あー。何？なんで怒んないんだよ。何が？どういうこと？なんで怒んないんだよ。どういうこと？何が？もう、いや、待って、もう怒んないからストップで、8分47秒。何？え、な、待って、でってれ。いやー、見たことある。これなんで怒んないの？
なんで怒んないのって言うけど、俺が怒ってんね。なんで怒る？いや、というわけでですね、検証してみた結果、翔太は怒りませんでした。何が何だか分かんないでしょ。うん、分かんない。何？いや、実は、冒頭に、説明をしたんですけれども、心理テストをやる定位で、なかなか動画の撮影を始めなかったら、翔太は何分で怒り出すかっていう、ドッキリ企画をやっておりました。イエーイ。でも、はい。というわけで。え、これ一本でできんの？え？これ一本の動画なの？え、ダメ？逆にそこに怒り始める。いいけど。今回の企画はね、もう翔太に怒ってもらおうっていう企画だったのに、翔太の印象を悪くしようっていう企画だったので失敗に終わってしまいました。まあ、いいよ、いいよ。はい、はい、というわけでこの動画気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッターもお願いします。ではまた。なんで怒んないの？呆れた。呆れた。なんだ。止める？うん。うざってなった。うん。なった。